7人組ダンス&ボーカルグループ BE:FIRST が8日放送の日本テレビ系バズリズム02毎週金曜日深夜0時59分この日は深夜1時9分からに出演。龍平がデビュー2年での友人事情の変化を明かした。BE:FIRST、龍平、友達は増えました。デビューから約2年が経過した BE:FIRST。MC のバカリズムからの、どうですか?だいぶ裕福になってきたんじゃないですか?という質問に、レオは、まあそうですね。ご飯食べられるようになってきました、と答え、笑いを誘った。そして、お友達は増えましたか?と問われた龍平は、増えました、と笑顔を見せ、僕16歳、収録時、なんですけど、同じ世代のグループの人とかと仲良くなったりするので、とグループの垣根を越えた同年代の友人ができたことを告白。さらに、僕のすごく尊敬するアーティストの方と一緒に曲を作ったりとか、と貴重な経験も明かした龍平に、バカリズムが、すごい有名な人とすごい高そうなご飯行ったでしょ。と問いかけると、龍平は、そうですね、記憶にちらほら、とその情報をやんわり肯定した。